株式会社成城石井は関東地方を中心に中部地方、近畿地方に店舗を展開する高品質な食料品主体のスーパーマーケットチェーンである。輸入食料品を多く扱う一般スーパーマーケットである。高級住宅街として名高い世田谷区成城に本店を置く。当初は高級スーパーマーケットのカテゴリーに属したがレックスホールディングス参加となり、 一般的なスーパーマーケットに経営方針を転換した。2014年以降は、ローソン参加である。成城石井の名称は、成城学園前駅前の果物店が、スーパーマーケットに業態転換したことに由来する。石井義明が社長に代替わりすると、高品質スーパーマーケットチェーンとして、多店舗展開を開始した。2004年にレインズインターナショナルへ、 株式の66.7%を上として、レックスグループ参加に加わり、2006年2月に、レックスの完全子会社となり、従来の富裕層が多いエリアから、ターミナルの駅ビルへ出展した。2006年3月から、24時間営業の、高品質ミニスーパーマーケット業態、成城石井、セレクト西麻布、大神山、日本橋、 池袋さん社員の4店舗で開始した。池袋さん社員店のみは7時30分22時の営業である。2008年7月に大観山店を閉店し、現在は3店舗である。2011年2月28日に親会社のレックスホールディングスが三菱商事系のファンド会社丸の内キャピタルへ正常 EC を売却する方向で調整中と報道された。 当初レックスは現時点で何も決定していないとしていたが、同ファンド設立の新会社に事業上とすることで最終合意した旨を3月8日にレックスと丸の内キャピタル双方が発表し、5月31日に全事業上と手続き完了が発表された。2014年にローソン参加となる。2013年12月現在、直営95店舗。 フランチャイズ15店舗である。ありがとうございます。